皆さんこんにちは。福岡プチカンファレンスのオーガナイザー寺崎文子です。今日は笠木康子さんをお招きして奇跡のコースについてお話をしていただきます。笠木康子さんはニューヨーク在住、ニューヨークマンハッタン奇跡のコースラーニングセンターとアートセンター CRS センターフォーリメンバリング&シェアリング真の自己を思い出し、それを分かち合うためのセンターの代表、国際的に活躍されている奇跡のコースの教師でいらっしゃいます。主な著書は、奇跡のコースを生きる実践書。こういったものもありますね。はい。CD、瞑想ガイド、奇跡の学習コース。こういうものがあります。やすこさん、こんにちは。こんにちは。皆さんに一言お願いします。はい。去年、福岡にお招きいただいて、みんなで集まった後に、そこに参加できなかった大勢の皆さんから、行きたかった、来年は必ずという声が寄せられました。でも今年はオンラインの形で行うことになりましたけれども、ふみちゃんをはじめとした、福岡チームの皆さんがいつもの勉強会、シェア会をもっと大きく広げて私たちを招いてくださいました。で、奇跡のコースというのはあなたが何者かに脅かされることはありえませんということを教えてくれるものです。で、いつも何がしかのものに脅かされていると感じているならば、それは何かどこか感じ方、見方、物事の捉え方が間違っているってことなんですね。じゃあその間違いはどこにあるのか、どうやって訂正するのか、脅かされないという安心を得るために心がけることは何なのか、ということをみんなで協力しながら正しく実践していく道です。で、福岡チームが差し出してくれるこの機会をみんなでしっかり受け取っていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。私は奇跡のコースに出会って10年になります。ようやくホーリースピリットの導きに従うということを素直に受け入れ、早く楽になり、心の平安、限りなく自由であるということを実感しています。2015年にニューヨークに住む3歳の女の子、治療中のアマラちゃんに祈りと癒しの輪を持ちたいという毎週金曜日に10分間のお祈りを捧げたいというメールを CRS の小野直子さんからいただきました。ホーリースピリットにアマラちゃんの内側にある完璧さ、強さ、美しさを見せてくださるよう助けてください。その際に病気が治りますようにという思いが出てきたら脇に置いてください。それから毎週金曜日、欠かさずアマラちゃんの祈りの輪のメールは実に5年間250回祈りの輪は続けられました。250回が終わり、安子さんからメールをいただきました。お祈りを通して祈りというものは自分の願いを叶えるものではなく、自分ではとても気づかなかった心の奥底の壮大な思いを教えてもらうために、目先のものにとらわれている視線を休ませることだということを体感してくださったことと信じています。その壮大な思いが、お一人お一人の日常に及ぼす効果も絶大であったはずとも思っています。祈りの深さとその影響に対する気づきは同時に鍛えられ育っていくもの。これもぜひそれぞれで続けてください。そしていつでもこの大勢の祈りの輪が一緒に培ってきた優しさでお互いを支え合っていることをどうぞお忘れにならないでください。2019年のボストンカンファレンスで、安子さんは300人以上の前で一人の男性にヒーリングをされ、
参加者全員が祈りを共にし、その時涙するお仲間が大勢いらっしゃいました。それは目先の物事にとらわれている視線を休ませる、いわゆる許しだったのではないかと思います。この大勢の祈りの輪が一緒に培ってきた優しさでお互いを支え合っているという心のつながり、ワンネスをもう一度体感したいと思いました。福岡でやりたいと思ったのも、広島のお仲間が今は行けないけど、いつかアメリカのカンファレンスに行きたいと勇気を持って私に声をかけてくださったとき、プチカンファレンスとして一泊のリトリートのセミナーをやりたいと思ったのですが、これもホーリースピリットの導きだと感じています。今年も本来ならば一泊のリトリート形式でやりたかったのですが、どんな形であれ一年に一度集いたい、安心安全の中でワンネスを味わいたいと思いました。それは1回目、2回目の皆さんの喜びの涙と笑顔が浮かんできたからです。今回のテーマは、体を乗り越える。私は体ではありません。私は自由です。このことについて、安子さんにお話をしていただきますが、当日を迎える前に、安子さんからプロローグ的なお話をお願いします。はい、先ほどあなたは何者にも脅かされていないと言いましたけれども、私たちが常に脅かされていると感じるものの一つが体ですよね。体っていうのは心の持ち方を反映してるって言われますけれども、でもどんなに心を優しくそして穏やかにいても、その心を裏切って体は病気になったり痛みを訴えたり、そういうことがありますよね。でそれに加えて、体というのはあなたの命は儚いものだよということを囁いてきます。で私たちは体を乗り越えない限り安心できませんよね。そして完璧な本当の自分などというものも受け入れられないですよね。ですからこの秋はみんなで体を乗り越えましょう。そして本当に救われるというのはどんなことか、少なくとも垣間見られるところまで行けたらいいと思っています。ふみちゃんが言ってくれたように、ワンネスをみんなで体感しましょう。ありがとうございました。本当の自分を思い出し、つながる経験をし、永遠の愛、深い愛、永遠のホーリースピリットの導きに胸が熱くなりました。本日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。10月30日、オンラインにて皆様とお会いできますことを楽しみにしております。安子さん、ありがとうございました。ふみちゃん、ありがとう。皆さん、ありがとうございました。楽しみにしています。はい、当日もよろしくお願いします。はい、こちらこそ。皆様もありがとうございました。10月30日お待ちしております。ありがとうございました。ありがとう。